吉田さん、うなどん発言かかいや意味が分かりました私ねうな丼っていうのがトレンドに載ってたけども調べなかったんですよくだらねえと思ってなるほどねあのうな丼じゃないですけど私ね10代の頃まあ町場でちょっとした喧嘩自慢がありましてで複数対複数だったんですよねでおりゃーみたいな感じで行ったり来たりしたんですけどもちょうどその時ね私あの腹が痛くってトイレを探しててねその喧嘩に参加せずに 身をひるがえして、ね、近くの公園に走ってそこでまあね用を足してたんですよ。で用を足したのが終わって落ち着いたんで慌てて戻ったらもうね勝負はついていて、えー、私陣営がどうやら敗退したらしいということだったんですけどもその時に、ね「お前何やってたんだよ」ってやっぱ怒られましたね。いやうんこしてたんだっつったらこんな時にうんこするなって怒られた覚えがあります。 うんまあ、確かにね、その時はするべきではなかったんですけども、でもこれがね、有事の際とか、まあ総理が襲撃されてるっていう時に、裏のを食べてたのはね、まあどうかわかりませんけども、たまたま何かをしてることってあるじゃないですか。それをいちいち怒られてもたまなんですよね。だってね、なんか災害が起きた時に、あの、自民邸っていうんですかね、なんか飲み会をやっていたとかね。 ゴルフをやっていたみたいなところを叩かれたりしますけどもその瞬間それをしていることだってあるでしょでそこでまあね一定のところで蹴りをつけてで対応に向かうみたいにすると思うんですよいやそれこそねあの一国の総理とかで会社にしても責任者とかがあのなか1秒1分を争うようなことってあんまりなくって大抵なんかあの処理をする時には代行がいるわけですよね うん、そうやってだんだん、あのー、本家本元があ、現場に来ればいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、叩こうと思えばいくらでも叩けるってことなのかなと思います。うん、叩こうと思えばね。もうあとは、ちょっと人の妬みも入ってますよね。こんな時にうな丼食いやがってみたいな。いや、うな丼別にそんなにね、大して食いたいと思わないですけども、なんか贅沢な食事の代表じゃないですか。だから、なんかピンチの時にうな丼食べてたら、 何余裕かましてんだよみたいな気持ちに、こう、脊髄反射する人がいて、それは最もだという、第2の脊髄反射もいてってところですけども、いや、でもね、うな丼食べてる時に、なんか、総理が襲撃されすぎるよって言ってから、うな丼を置いてね、ダッシュしてもしょうがないんですよ、ぶっちゃけ。だから、うな丼きっちり食べ終わって、ごちそうさまでした、ちょっと緊急の余事なんで、このまま失礼しますぐらいの、まあ、礼儀はあってもいいんじゃないかなと思うんですよ。うな丼は食べるのいいんじゃないですか、別に。 うん、あそこではね、重要な会合とか何とかあったかもしれないですし。まあでもね、安倍総理に続いて岸田総理も命を狙われてるわけじゃないですか。で、ああいうことが起きたわけでしょ。まあ、今の政治体制なら無理もないですよ、これ、やられても。うん、それぐらい、憎いと思ってる人はいるんじゃないですか。例えば今回の、あの、実行犯って、24歳でしょ。木村なんとかっていう人らしいですけども。もうね、20代にして、 もうこの国に絶望して、この国の指導者に怒りを燃やしてるわけですよ。それは、まあね、わからなくもないものの見方じゃないかなと私も思いますけどもね、うん、20代でね、順風満々で頑張れば報かわれるとかね、それからあ自分の前の世代の人も生き生き働いてるとか、そういう世界を見ていたらもうね、この国を本当に任してありがとうみたいな気持ちになりますけども、おいおい、 なんだよ。俺24だけども、10歳上、20歳上、30歳を見て、みんな歳いねえじゃん。こんな風に俺もなるのみたいに思ったら、それは絶望しますよね。絶望しても、これからの人生も終わってるよ。ここで終わってもいいやもうやったらやみたいなね、なると思いますよ。つまり、国の投資がうまいか、いかないと、そういった逆襲もあるってことなんじゃないかなと思いますけどね。まあ、その他いろんな陰謀論があります。うん。あれは実際どうなんでしょうかね。いってらっしゃい。